4年ぶりとかで、まあ、あの島のみんなもね、もうみんな楽しみしとると思うんですよ。やっぱり和歌山のずっと継承してですね、後世に残してほしいですね。賑やかなのがいいよ、ねえ、まあね、賑やかにこうやって人が集まってみんなでワイワイしながらやってね、祭りっていうのはやっぱいいもんと思います。